こんにちは、神童花江龍馬シリーズでございますけども、今回からねちょっと年の差恋愛についてちょっとお話をしていこうかと思います。で、なんでこの話をするかというと、実はね年の差恋愛に限らず恋愛っていうのはビジネスとほとんど一緒なんですよ。信頼関係を築くことと、あとはね自分のことをもうすごく頼っていただけるっていうかね、信頼していただける、まさに信頼ってものなんですけども、恋愛に関してもビジネスに関しても相手を信頼しなければ絶対にね手を差し伸べようと思わないし、その手を握り返そうと思わないわけなんですよ。例えば私は動画にコメントがつくことがあります。そのコメントに対してですね、よろしかったらこちらの方にメールをくださいませんかっていうようなコメント返しをすることがあるんですよ。残念ながらね10分の1ぐらいの方しかメールを送ってこないです。これはまあ当たり前だと思うんですよ。私がメールを受け取った時にどんなことをされるのかわからないっていうようなね、そういうふうな不安があるんだと思うんですよ。そういう意味では私はまだまだね信頼していただくに値しない部分が10分の9あるってことなんだろうなと思いながら私もね反省するんですけども、まあ、私のところにメールをしていただくとどういうことになるかってことは多分ねメールをしていただいた方がよくお分かりだと思うんですよ。特にそこにはですね何らかのセールスがあるわけでもないですし、 LINE グループに勧誘されるわけでもないですしね、まあ、どういうことが起きたのかってことはここでは言いませんけども、結局その信頼していただけるかどうかってことがビジネスと恋愛にはものすごくね共通していて、そしてもう一点なんですけども、浮気はダメってことなんですよ。浮気っていうのは男性にしても女性にしても憧れるところとかねある意味あったりとかすると思いますし、で図らずともそういう道に入ってしまうことがあるかもしれないんですよ。ただね浮気をしてしまうとそれはね時間の無駄プラス自分の脳が汚染されるんですよ。これはどういうことかというと、一部の方すごくね器用な方でしたら浮気ができるんですよ。いやこれは浮気というよりもね同時に複数の人を愛することができるという能力かもしれません。でもほとんどの方はそんなことできません。ビジネスでも一緒なんですよ。複数のことを同時にね FX とアフィリエイトと SNS マーケティングが同時にできますかって言ったらほとんどの人はできません。なんせね1個ですらうまくいくことができないのに複数がうまくいきますかって話なんですよ。恋愛も同じで1人の人をつなぎ止めることができない人にね、大勢の人を同時に恋愛対象とすることができるかということなんですよ。多分もうね自分の身が持たないと思いますし、向こうの方からもね愛想をつかされると思うんですよ。ということでね順を追ってお話しようかと思います。まずは年上の女性に対してのアプローチですけども、これはですねある一定の年齢を超えると難しくなると私は分析してます。じゃあどのぐらいの年齢の方だったら年上の方を恋愛対象に迎えることができるのか、そしてそのコツは何かと言いますと、だいたいね20代から30代の前半まで男性がですね、そういう方なら年上の方を女性に恋人として持つことができるんじゃないかなと思います。そしてそのコツとはねどういうことかっていうと、甘え上手になることプラス憧れるってことなんですよ。その年上の女性のどこに憧れているのかってことをきちんと伝えながら、だからあなたが好きなんだよと甘えさせてねってことをこれ繰り返していくことなんですよ。そして甘えの頻度が大きくなってきて相手から不満が出たなと思ったら、憧れっていうところを正直に話してですね、あなたみたいになりたいってことを押していく、女性の尊重心をどんどん持ち上げていくことなんですよ。っていうのがね、年下の男性に思いを向ける女性っていうのは、自分があなたに対してこのぐらいすごい役に立つんだよとかね、あなたの人生を私がねこうやって育ててあげるんですよっていうような優越感が多少あるんですよね。これはね勝手なこと言って女性には申し訳ないんですけども、私の経験と見識の中の狭い範囲の話ですから、ですんでこれに反感を持つ女性がいるとしたらね、で私がまだねそういう女性の方とまだ出会ってないってことなんで、私のねそのエリアの少なさですから、テリトリーの小ささですから、そこはねちょっとね多めに見ていただきたいと思いますけども、私の限られた女性経験の中で年上の女性にお付き合いを申し込んでお付き合いができる期間っていうのはせいぜいね私ね本当にね20代の後半ぐらいまでだったんですよ。27、8までだったです。大学に入ってからすぐ始まって19ぐらいから始まってですね、それからたくさんの年上の女性とお付き合いをすることになってですね、中にはちょっと生活に疲れた主婦の方もいらっしゃったりとかね、19歳20歳の学生から見ると27、8歳の女性っていうのはねものすごい別世界の、それこそ大きな責任とそして家庭っていうね未知のものを操っている本当に大人の女性、憧れの女性に移るわけですよ。これはすごい世界観だと思います。そして女性にいろんなところにエスコートしてもらったり、車で迎えに来てもらって運転してもらって、そして、高級なお食事を楽しませていただいたりとかね、その分こちらとしてはねかなり身を割いてあんなことしたりこんなことしたりそんなことしたりとかやるわけなんですけども、叶うわけがありませんから、だからねわー何々さんみたいに憧れますねって、何々さんみたいになりたいですよ、旦那さんが本当幸せですよねみたいなこと言うわけですよ。ここでは旦那さんを引き合いに出すのがポイントなんですよ。もしくは
その女性の恋人を引き合いに出すことですね。それがすごくポイントです。もしくは恋人や旦那さんがいないとしたら、何々さんの彼氏になれる人、もしくは旦那さんになれる人ってむちゃくちゃ羨ましいですよってことをね、ずっと言い続けることなんですよ。そしてそれはね、心からそう思わないとうまくいきません。嘘をついて嘘でつなぎ止めるっていうのは、私恋愛としてはね、やってはならない下道だと思うんですよ。それは私は本当にね、受け入れられないことかなと思います。まあ、今まで好き勝手やっといてね、今更そんなこと言うなって言われそうですけどね、この動画見てる方の中に私とねちょっとねお付き合いのあった女性がいたら本当に申し訳ありませんってことなんですけども、若気の至りということでね、ちょっと勘弁していただいて、ここでお話しすることっていうのはそういうふうなことを踏まえて多分こうなんだろうなっていうことなんですよ。まあ、ですんでね、もう一回まとめますと、年上の女性とお付き合いするべき男性っていうのは年齢制限があります。40過ぎて年上の女性っていうのはなかなかね、これは難しいかなと思います。また別のアプローチが必要だと思いますんで、私はちょっと言う立場にはないかなと思います。私の経験上、10代の後半、そして20代の時、まあ古くから言えばね、私ね、15歳の時に17歳の2つ上の女性の先輩とお付き合いさせてもらったことがあって、それがスタートなんですけどもね、まあ、そうなってくるとやっぱり甘えることと憧れることの2つをうまいこと女性にアプローチしていくこと、そして根底には本気でその人を落としたいっていう気持ちがないとダメです。落とすっていうのはね、一夜の関係じゃなくて一生添い遂げたいっていう熱ある思いが根底ないと絶対にうまくいかないってことなんですよ。どっかからね、もうね、憧れたりとかね、甘えるのが自分で疲れてくるんですよ。だから圧倒的に憧れて、圧倒的に、その人にね、甘えていくっていう、そういうふうなね、恋愛精神がなければあんまり続かないかなと思いますんで、その2つをいつも意識して、自分にはどのぐらいあるだろうかっていうのを振り返りながらやったらいいと思いますね。そして逆のバージョンです。40代50代の男性、お待たせしました。どうやったらね、40代そして50代ぐらいになって20代ぐらいの女性とお付き合いすることができるか、今日は一つだけポイントを申し上げます。まずはですね、20代の女性がいるところに日々出かけていくことです。40代50代の男性で若い女性に憧れているのに、若い女性と恋愛したいが思ってるくせに、20代女性のいるところに全く出かけていない人いるんですよ。でチャンスは絶対ないです、そういう人には、ね、まずは20代の女性のいそうなところに自分でね、足を向けていく。そしてそこで例えばね、いやそんなこと言っても20代の女性の前に出てもね、どんなこと話せばいいのか分かんないじゃんって言うじゃないですか。だからなんですよ。だから行くんですよ。だから行って20代の女性にはどんな話題が受けるかな、どんなファッションが受けるかなってことを真剣に考えるわけですよ、相手の立場になって。それが若い女性にモテる第一歩なんですよ。これすらしない人って絶対モテないんですよ。だからね、自分勝手好き勝手な格好をして、自分の見た目じゃなくて内面に惚れる人でいいんだって言ったら、そういう風な人は内面も腐ってます。本当に腐ってますよ。内面がいい人は外見をきちんと整えるようになるんですよ。だって見た目がね、本当大事ですからね。最初はね、見た目で判断するしかないわけですから。それこそね、着てるもんとか、なんかこんな格好してすいませんけども、着てるもんとかね、肌のケアとかヘアスタイルとか適当で、それで女性に自分の魅力を分かってもらおうなんて高慢もいいところなんですよ。そういう人はね、もう絶対恋愛とかしちゃダメですよね。これはっきり言って、その恋愛とかのレの字でもないですよ。例えば就職の面談に行く時でさえね、それなりの格好は整えると思いますし、それなりの意識になると思うんですよ。でもっと大事なね、一人の女性を愛していこうとする、そして愛されようとするときに、まあね、会社の面接以上のことができない人、まあもうなんか予選落ちっていうかね、それ以前の問題だと思うんですよ。ですんで、もう一回言いますけども、40代50代で年の瀬恋愛したい方、20代女性にね、モテたいなとかお付き合いしたいなって方は、とりあえずですね、20代女性のいるところに日々出かけていかないといけないです。この日々ってのがポイントですよ。1日たりとも枯らすことなく行くんですよ。そこでどんな罵詈雑言、誹謗中傷を受けるのかをしっかりと分析して、自分がどうなったらいいのかってことを確かめていくことですよね。まあ、それが第一歩じゃないかなと思います。考えてみれば当たり前のことですよね。その戦略なくして攻略なしなんですよ。ビジネスも一緒です。戦略なくして攻略なしですよ。要するに今回のサムネイルの意味はこれになります。戦略なくして攻略なし。いってらっしゃい。